サカナクションです。山口一郎さんです。角度が。ちょっと見失って。この番組は。今日のスポンサーのセクションだ。お送りします。よっしゃー。行きましょう。行きましょう。よっしゃ、今日もよろしくお願いします。皆さん、皆さんどうもこんにちは。アイスクリーム講師のデスノーニー様でございます。そしてですね、今日はスペシャルゲスト、ステミレイズから金井さんお迎えして動画をお送りしていきたいと思います。お願いします。やったーステミレイズ、皆さん知ってますか？知ってますか？今ね、超話題のガールズバンド、はい、だと思いますよ。いや、話題ですよ。本当ですか？だって50万人ですもんね。あ、そう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 。普通に、はい、普通に言わないで。これ50万です。だから、YouTuber もやりつつの、はい、ガールズバンドなんですけれども、うん、そこのデスボイス、はい、とか、煽りとか、ラップとか、担当されてる。はい、だから、うるさめの声全般担当されてるっていう、ね、はい、方をお迎えしてですね、動画を送りしていきたいなと思っておりまして、今日はですね、はい、そんな大活躍中のステミレイズ、デスボイス担当されてる金木さんが影響を受けた、おボーカリスト5000という感じでやってみたいと思います。はい、まあ、ボーカリストじゃないですか。ボーカリストですね。ボーカリストって、うん、いろんな人に影響を受けて、はい、なんか、自我を形成していくじゃないですか。そうです。受けまくりですね。受けまくりですよ。受けまくりですよね。はい、僕も受けまくりだし、うん、デスボイスやってる人って、うん、どういう、あれなのみたいな。どういう経路でそこ行くみたいな。確かに確かに。気になりません皆さんね。気になるよね。僕もね、一応デスボイスの先生なんですけど、僕ね。どうしてそうなるみたいな話じゃないですか。なんで先生になったの？そう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 お前はお前でって思うと思うんですけれども、ね、今ね、活躍してるバンドでボーカルをされてる方はどうなんだというの、うん、僕もすごい個人的に気になったので、今日こんなコンテンツをお送りしたいなと思いますんでね、はい、意外なアーティストも飛び出してくるかもしれないし、うん、うん、ぜひ最後までご覧いただけると楽しいかなと思いますんでね、ぜひよろしくお願いします。こんな感じでこのチャンネルではですね、日々発生関係のお話とかボイトレ関係のお話とか、アーティストさんを迎えして、トークしたりとか、お送りしてますんで、まだチャンネル登録がお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。ではじゃあ、はい、早速伺っていきたいんですけど、はい、影響を受けまくりなんですか？まくりですね。私は思うに、ボーカリストは一番影響を受けまくってる。そうですよね。思ってます。ですよね。はい。そっから入りますもんね。はい、そうですね。一番憧れから入っちゃうかもしれない。憧れから入りますね。ね、フラットなんですか？そうなりたいから始まる。わかる。まあ、影響を受けてなんぼっていう感じ。確かに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 ね。ほんとそうですよね、はい。それがずっと続いていきますよね。うん、はい。そんな金瀬さんがじゃあ選ぶ今日は5000というか。5000。ね。まあ、いっぱいいるんですよ。うん。いっぱいいるんですけど。いっぱいいますよ。絞りに絞った、はい。ちょっと5人ということで。そうですね。私の人生を、なんか変えた。おぉ5000。スケールでかいわ。いいですね。気になりますよ。そうですよね。ちょっと一人目はじゃあ発表してもらっていいですか？はい、一人目はですね、ももやクローバー Z！ おぉ、いきなし！はい。ももクロさんなんですね。デスボじゃないけど。そうですよ。はい。ももクロさんなんですね。ももクロなんです。え、これなんでまた？私、ももクロが小学生の時からずっと大好きで、まあ、今も大好きなんですけど。歴長いわけですか？歴長くて、ももクロか AKB かみたいな時代あったじゃないですか。ありましたね。その時も圧倒的ももクロ派。あ、そうっすか。みたいな感じの時に、まあ、面白い、ずっと見てて、うん、で、やっぱももクロって、うん、ほぼノーメイク、すっぴんの状態で、可愛い売りしてないみたいな、もう、全くみたいな。変顔も全然するし。影響受けてますね。はい。めちゃめちゃ受けてますよね。即答だったもん。はい。もうバラエティ超向いてる、すごい面白い、まあ一応アイドルみたいな。でも確かに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 。感じ。立ち位置特殊っすよね。はい、ね。特殊な立ち位置のアイドルみたいな。うんうんうん、なんかそういう、なんか女の武器を使わないで戦ってる感じがすごいかっこいいって。あ、いいですね、いいですね、いいですね。はい、根本がやっぱ私男寄りの性格してるんで、やっぱそういうのかっこいいなって思って曲聴き始めて、はいはい、でもダンスとかも結構特徴的なダンス多くて、まあその趣味で完コピもう全部完コピしてこだわってる、はい、ライブ映像見てこだわってる完コピしてダンスまでね、はい、あ、すごいとか小学生の時、小学生の時、あ、そうなんですね。まあ、でもまあそういうのも今のね、
こう煽りとかやるときにこうみんなを盛り上げるためにやる振り付けとか、うん、振り付けとかこういうのとかまあそうですあるんですけど、まあそういう盛り上げるみたいなやつは多分そういうももクロの影響が少しは、はい、あるかもしれないなと思ってランク。なるほど。じゃそのもちろんそのなんだろうな歌の面とかもあるかもしれないけど、はい、そこのどっちかというと周りの部分とかで結構影響を受けてる。はい。いいですね。大枠を結構作ったのかもしれない。そうそう、本当にそうかもしれない。メンタルの部分っていうか、はい、マインドみたいな部分、ね。あ、そう、マインドはそうですね。ここはじゃあももクロさんがこうあの脳内メーカーでいうとこの外側が多分ももクロさんなんだろうな。そう、なんか底力みたいなやつ。はいはいはい。を感じさせてくれるアーティストやな。すげえ。なんかかっこいいみたいな。そういうことか。楽曲もメタルだった。たりとかあるんですよ。キスとコラボしたりとかもあって。あ、そうなんですか。はい、尖ってんですね。はい。めちゃくちゃかっこよくて。ラップだけの曲もあったりだけとか。あね、結構あって。そうなんですね。はい、まあ今のスティミュレイツもラップだったりデスボやったり、うん。やってますよね。はい。まあ曲調メタルなんで、うん、その影響されてる部分はあるんじゃないかな。わー、すごいなんか意外だったけど繋がる部分が見えてもらったす、はい。結構繋がるんですよね。おもろ。うん。一人目というか、まあ、一つ目というかね、ももクロさんでございました。ももクロでした。はい。なんか、早速面白いのが出ましたけど、うん、2戦目は2戦目は、はい、サカナクションですね。また山口一郎さんです。角度がちょっと見失っ見失っちゃうけど。そう。角度がすごいことになってますね。すごいですよね。変化球すごいすごいすごい。デスボーなんですけどね。ごめんなさい、ね。いやいやいや、そっかそっか。全然いいんじゃないですか。逆に面白いです。うん。やっぱ、はい。そうです。私もシンガーソングライターずっとやってきた。そうなんですよね。で、やっぱそういう系の曲からまず入ってる。そうなんですよね。まあ、ちょっと物心ついた頃にはそういう曲ばっか聴いてたみたいな感じなんで。だから軽くなんかその経歴じゃないけど、うん、あれで言うと、まあ結構やっぱずっと音楽されてるんですよ。やってます。高2からギターを始めてるんで。そうなんですよね。で、はい、そうなんですよ。で、学校もなんかその音楽系の学校行って。そうです。専門は音楽だったし、もうずっとバンドも組んでたし。ああね。感じでも音楽好きだったんで。でシンガーソングライターというかね、ギター持って歌歌ってみたいな。一人でやってました全然。がルーツなんですよ、ね。そう、ルーツはそこですね、まず。っていうのもあるんですかね、サカナクション。そう、サカナクションは私病気あるんですよ。はいはいはい、これあの睡眠の動画でも出てるんですけど。そうですよね。はい。低難病、ね、はい、ベーチェット病という病気があるんですけど、はいはいはい、その診断を中二の時にされて。うん、なるほど。多感な時期ですよね。そうなんですよね。うん、わーと思って。うん、やっぱなーみたいな、ちょっと思ってたんですよ。なるほど。やっぱ病気あったかーと思って、うん、まあ、その、お父さんの車の中乗って、帰ってる時にサカナクション流れて、はい、歌詞が、めっちゃ響いた歌詞があって、やばかっこよ、みたいな、私もそうなりたい、みたいな時があったんですよ。ちなみにどういう歌詞なんですか？夜の踊り子っていう曲の、はいはいはい、最後の、今泣いて何年か後の自分笑ってたいだろう。うん、あー、いい。確かに泣いちゃうけど、何年か後の自分笑ってたいなみたいな。いいっすね。いいか、なんかもうその時にぶっ刺さっちゃって。前向きになれますね。はい。うん、だし、なんかこう、めちゃくちゃ。曲調もめっちゃ好きなんですよ、ダンスミュージックみたいな。うん、そうですね。めちゃくちゃ好きなんで、うんうん、まあ、そっからハマりつつ、うんうん、その、闘病生活の間も、はいはいはい、その、熱が40度から下がんなかった時とかって。なるほど、なるほど。免疫的だね。スマホ、そうなんですよ、うんうん。スマホとか触れない。もう、YouTube も画面も見れない。40度なんかもう相当うなされますからね。はい、やばいです。本当にずっとベッドに、うん、寝たきりみたいな時にもうサカナクションずっと流して、サカナクションってなんか夢の中みたいな感じしません？わ、めっちゃわかります。めっちゃわかります。聞きやすいんですよ、それ。めっちゃキャッチーなんですよね。はい、うん、わかるわかる。なんかもう浮遊感ありますよね、みたいな。そうそう、すごいわかります。そういう時にめっちゃ聞いてて、なんかこう歌詞が入ってきて、あ、いい歌詞やなと思いながら聞いてて、はいはい、なんか私もそういうこう病気がこう収まったら、うんうん、なんかそういうシンガーソングライターとかやってみたいなっていうので、高2からシンガーソングライター始めたって感じ。あ、じゃあもう本当にターニングポイントじゃないですか。そうですね、ターニングポイントを作った、まあ、楽曲というかアーティストですね。そうです、そうです、そうです。それ入りますわな。はい。なるほど、じゃあ、そう、これも結構その、まあ、歌とかももちろんあると思うんですけど、とかニュアンスとかその作曲面とかね、はい、作曲もされるんですよね。はい、しました。そうですよね。だから作曲とかの面でもあるのかもしれないけど、もうなんか人生全体で見たときに影響を受けてますね、うん、そうです。すげえ。本当にターニングポイントね。で聴いた音楽はサカナクションだったかなって感じ。うわー、なんかすでになんか結構形成されてきてますね、ももクロさん、サカナクションってきて。そうですね、大まかに言うと、まあ、そこら辺大きいとこをまずなんか、そうです、大きいとこた感じが、うん、そんな感じですね。すげえ、めっちゃいい話でした。あ、よかったです。ありがとうございますっていうね、2戦目でございましたけれども
じゃあ3戦目いっちゃう。3戦目いきましょう。はあ、3戦目はですね、はあ、パスコード。あ、出た。お、はい、お、お、お、またなんかちょっと。エミリちゃんですね。あー、エミリさん。はい、うちのチャンネルにも、はい、以前出ていただいた。はい、見ました、見ました。あ、ありがとうございます。大好きなんで。エミリさんね、すっごい上手な。はい。はい、はい、はい。きっかけとかはやっぱフェス。うん、あー、そうなんですか。ライブで、まあ女の子でデスボやってる子いるぞ。バリバリですからね、パスコード。はい、そう。バリバリ、バリバリなんですよ。そう、マジかっこいい。なんか、私女子がデスボできるって知らなかったんですよ。あー、まあまあそうですよね。もう男子がデスボするしかないと思って。確かに、わかります、わかります。僕もそう思ってたんです。高校生ぐらいの時もデスボ持ってた。そう。だから、はい、この女子がデスボできるんだっていうのを、一番最初に確認、確信したのがそのパスコード。なるほどね。はい、僕、アーチエネミーでした。ああ。でもそうなんですね。パスコードだったんですね。はい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 。そこだ。入り口だ。パスコードでした。エミリーさんは、立ち振る舞いがかっこいいですよ。ですよね。なんか動画見る感じも伝わってきます。そうそうそう。ね。見てます？エミリーさん。立ち振る舞いがね、僕、特に、発声もそうですけど、立ち振る舞いが好きなんですよ。ステージングの。あ、うん。すげえかっこいい。わかります、わかります。もうずっと見てます、もう。ああ！はい、もう。ファンです。ファンです。もう T シャツとか全部買って。ファンやん。めっちゃファンやん。はい。もう、捨て身の練習着も、はい、なんかパスコードやつ着てったりとか全然するし。おお、もう全然もう普通にファンです。すごい。あ、そうなんですね。普通にファンです。あ、本当に。そっかそっか。でもそうですよね。うん、日本のね、その何でしょうか、ラウド界の割と代表格というかね。はい、うん、そうですね。今ももちろん大活躍されてますしね。うんうん、今ももクロって来て、ももクロさんって来て、サカナクションさんって来て、今パスコードエミリーさん、まあ。ここで初めてデスボイスを使う人が出てきたんですよ。来ましたね。影響受けてるんですか、やっぱ発声の。影響受けてますね。やっぱ男性の発声だとできないことがあるじゃないですか。あります。私たちは。ありますね。そう、だからその女性のデスボと男性のデスボってやっぱ声やっぱ全然違うので、はいはい、確かに、ね、その、そういうことも多いですね。もうめっちゃ聞いて、どんな感じで出してるんだろうっていうのを、もうめちゃくちゃ聞いて、もうやってみる、実践するみたいな感じで。いいですね。みたいなことめっちゃ言ってましたね。あ、いいですね。正統派の独学な感じで。はい、もう耳で覚えるみたいな。あ、めっちゃわかりますね。うん、でした。大きな武器ですね。それはね、耳で聞いて、理解できていくっていうのは。そうですね。やっぱね、かなしさんのライブ映像とかも、ステミのやつに上がってるじゃないですか、はい、チャンネルでね。ミドルぐらいの、とか、ミドルハイぐらいの、リトシャウトが多いのかなと思ってて。そうですね。エミリーさんも割とミドルとかが多いじゃないですか。多いです、ね。だからまあそっからなのかなみたいなのはちょっと感じますね。はい。あ、なんかその音程は女子は出しやすいのかなと思って。そういうことか。まあそっから始めたって。そういうことか、そういうことか、そういうことか。はい、そうですよね。だから親鳥を見る日なのだから。あ、そうです、そうです、そうです。そのまま行ってるっていうか。はい。もうだからめっちゃ影響されてますよ。考えたらそれを思いながらね、皆さんぜひライブ映像とか見てほしいですね。うん、はい、見てほしい。おもろい。ある種納得な。うん、3戦目でしたね。はい。ありがとうございます。ちなみに、エミリーさんのその、好きなとこっていうか。好きなとこ？曲のってことですか？なんか、何でもいいですか？ボーカルワークでもいいし、僕はさっきに言ったその、立ち振る舞いって感じなんですけど、はいはいはい、まあ。ボーカルワークももちろん好きなんですけど、うん、エミリーさんのその、なんか、好きなポイントとかあります？いくつあってもいいし。ありますよ。うんうん、アドリブ力。あーね！わかる！わかる！もう大好き！好き放題、はい、やりやがりますからね。いや、新メンバーだけど、そんなことできないよっていうことめちゃくちゃやってて、ホイッスルとか、平気で出しちゃったりとかする。やってますね。私もやれなかったなと思って。後悔してるんですけど、やっぱそういうのを、そうかそうか、もう、出た瞬間にできるっていうアドリブ力。確かに確かに。がやっぱかっこいいな。そういう意味では、そこもマインドちょっとあれっすね。うん、はい。受けてますよね。本当にかっこいいと思います。そういうことか。うん、それも納得です。じゃあ、っていう3戦目。はい。パスコードさんね。有馬ゆめりさんでございます。はい。じゃあ、いよいよちょっと終盤というかですけど。はい。4戦目。4戦目。いいですか？はい。4戦目。はい。シムです。お！来た！ここで。はい。来たー。まあさんですね。世代、僕のめちゃめちゃ。あ、そうですよね。もう僕もコピーバンドやってましたから、ね。いいなぁ。羨ましい。まあさんなんですね。まあさんですね。ね、また別動画でお話ししてましたけど。はい。なんかね、別動画でね、リアクション動画させてもらったんですけど、はい、その時のメイクはまあさん、意識、リスペクトって感じだったんですけど、じゃあ、この、やっぱ5選に入ってくるんですね。はい。やばいっすよね。やばい。もう、やばいとしか言いようがない人じゃないですか。いや、もう、ほんと月並みで申し訳ないですけど、うん、キリングミーは衝撃だったじゃないですか。はいはいはい。ほんと申し訳ないですけど、月並みすぎて。いやいや、もう本当にそうだと思います。代表曲ですけど、うん、やっぱ一番神曲だと思う。ゲートドラッグっすよ、マジで。はい、やばい、入り口よ、あれ。はい。ねえ。私もそうでした。ですよね。はい。
シム最初は、キリン組とランブリング。あ、そっちね。ランブリングが流行ってた、進撃見て。そうか、そうか、そうか。で、誰だってなって見たみたいな。神々しいですね。そうそうそう。なるほど、なるほど。そうなんですよ。そっか、いい順番踏みましたね。そうですね。あと、フェスで見て、私、初めて行ったフェス、デッドポップなんですよ。デッド主催やんか。はい。マジか。そうなんです。やっぱ、そういう系の音楽、はい。やってましたよ。めっちゃやってました。いやー、いいなー。私も混ざってましたし。で、ブブブブブって。やってましたよ、こうやってました。はい、すげえ。キリングミーも座ってましたよ。あーやってましたよ、私も。いいなー。今もやってますけど。いいなー。そうですよね。はい。めちゃめちゃじゃあ、そっか。だから、ソベモフェスに行って、うん、まあ、もっと影響されて。あー、なるほど。で、ね、まあ、カラオケに駆け込んで。キングミーわーっと歌ってーラムリング歌ってみたいな感じで練習してましたね。あ、もう練習もしちゃうぐらいの練習してました。やっぱシム結構歌いやすくて。そうなんですよね。はい、いいんですよね。めっちゃ歌いやすくて、もちろん難しいんですけど、うん、難しいの難しいんですけど、そうなんですよね、はい、意外と練習曲としても優秀というか、そう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 、めちゃくちゃいいですよね。めっちゃ歌ってますね今。あ、わかります。めちゃくちゃわかります。歌いたくなるんですよね、レゲエファンクって。そうなのよな。なんかわかります、うん、あのノリそう、なんかこう言葉数の当てはめ方とかも独特なところあって気持ちいいんですよね。なんかそうそう、なんかハマってる感じがすっごい気持ちよくて。わかりますね。英語なんですけど。英語なんですけどね。うん、難しいけど。まあさんの声って本当なんか唯一無二っすよ。あ、わかりますわかります。声めっちゃ好きなんですよ、ね。あの皮肉な感じの。はい。なんなんでしょうね、あれ。かわいい感じのなんか。あ、そうそうそう。めっちゃ似てる。あ、かわいい感じのなんか。ね、ニュアンスとしては。そう。すごいっすよね。めっちゃ似てる。いや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 。ちなみにじゃあさっきのエミリさんと似てますけど、うん、特にそのまあさんの好きなポイントとかあるんですか。まあ、デスボンももちろんなんですけど、いいすね、一番はステージング。あー、ステージングか。はい。かっこいいっすね。やっぱ私のステージングはもうまあさんそのものって思っちゃうぐらい影響を受けてると思います。脅威されてる、脅威してる。脅威ですね、もう本当に。どういう感じなんですか、まあさんのステージング。なんだろう、なんかこう一人で盛り上がってる感じじゃないっていうか、こうお客さんもまあ、なんか混ぜてちゃんと盛り上げてる感じがあるというか、いいっすね、うん、なんかこうしろみたいな指揮者みたいな感じ、うん、いい表現、うん、分かる分かる、指揮者みたいな感じで巻き込んできますよね。そうなんですよ。で、なんかそういうのにリンクして、そのシンさんとか、うん、シュレータさんもこうくるくる回ってるじゃないですか、うんうん、回ってますね、もうブンブンね。そうそうそう、そういうのもやっぱそのマーさんの指揮があるから成り立ってるっていうか、私がそんな言えることじゃないですけど、いや、めっちゃわかる、そう見えちゃう、めっちゃわかるっていうぐらい勢いがある煽りをしてくれ る、うん、なんか一言にしちゃうとカリスマっすよね。あ、そうですそうですそうです。なんか巻き込み力あるというか、そんな感じ、クラスで一番目立ってる人みたいな、うんうんうん、本当にそういう感じっすよね。はい、だから憧れるんですよね。そう。そう、正統派すぎるけど、ちょっと、まあ、めっちゃ憧れますよね。いや、めっちゃわかるなぁ、うん。なんていうんですか、決まった盛り上げ方してないっていうか、こう、流動性があるんですね。なんか、こう、日によって変わる盛り上げ方するみたいな。めっちゃいいじゃないですか。飽きないじゃないですか。飽きないんですよ。すごいな、それ。はい。とか、なんか、ツーステ踏んだりとかも普通にするし。あ、してますね。はい。そういうところとかもめっちゃ好きで、スカとか踏んだりするし。あ、そうですよね。そう。楽しんでますよね。そうそうそう、なんか音楽をめっちゃ楽しみながらライブやってるみたいな、お客さんの目線でちゃんとライブやってるみたいなところがめちゃくちゃ大好きです。瞬間瞬間を大事にしながらステージングしてるっていう感じですね、うんうんうん、なんかそのまあさんの独特な声、うんうん、クリントの時もそうなんですけど、うんうんうん、デスボイスも割と、うん、あの他にあんまり類を見ない感じだったとか、はい、するんで、割とその辺もね、僕大好きですね。というじゃあ、シムのマーさん4000円、はい、ということでしたね。じゃあ、ちょっとじゃあ次、ラストですけれども、はい、これ気になります。5000円。お願いします。マキシマムザホルモン。おっと、あ、なるほどね。全体、あ、そこね、全体ね。そう。なるほどね。あ、大好きなんね。大好き班。大好きなんね。そっか。でも、りょうくんも好きです。まあでもそうですよね。うん、まあ、ホルモンはもうホルモンですから。まあ、そうそう、もうあれで一つみたいな感じだから。あ、でもまあそうだよな。うん。そこは避けられないですよね。うんうんうん、常に第一線ですからね。まあそうですね、みんなやっぱラードロック入るとかだったらやっぱここ通りますよね。そうね、絶対に通ると思うんですけど。絶対に通る、立ちはだかってます。はいはい、もう一生そう、登竜門みたいな。そう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 、ホルモンですね、やっぱ
いつ聞き始めたんですか？それですね、うん、私生まれた時から聞いてますいないのよその人いないの生まれた時からその人いないのよ。そう、両親がやっぱそういうラウド系だったりハードロック、ハードコアみたいなの大好きで。サラブレッドじゃないですか。そうなんですよ。で、うん、まあホルモンとか、まあ言ったらちょっとずれちゃうんですけど、うん、ハイスタとか、ハイスタね、エルレね、はい、そういう系めっちゃ大好きな。そっか、ニコチンとか。あー、へえ。そういうの大好きな親なんですよ。じゃあ車の中とか家の中とかで、はい、ずっと流れてて、デスボイスが鳴り響いてたんですか？はいはいはいすげえな、卑猥なデスボイスがずっと鳴り響いてて、ね、意味わかんないから。そうですね、口ずさんでたし、なんなら基本あの別に悪い意味じゃなくて、何言ってるかよくわかんないですからね。そうそう、早口だから。何言ってるかわかんない。でもちょっと英語に聞こえるみたいな。そうそう、すごいですよね。すごい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 と思って。そうか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 。もうそこからですね、私のラウドロックのルーツはそこから来てます。親です。親親ありがとう。かじゃ母ちゃん、マジ感謝。母ちゃん、ありがとう。そうなんですね。はい。大輔はんの発声ってやっぱ独特ですもんね。独特ですね。確かに。うん、他にいないもんな。どうやってるんですかね。なんかね、あの吐きですよね。全部吐きですね。あのエイリアンの一部では吸いとかやってますけどね。うん。うん、なんかずっと吸ってるような音だってる感じが。そう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 。なんかあの。排水口みたいな、はいはいはい、ずっと落としてるというか、ゴロゴロ言ってますよね。そう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 。それがまあいい。いいですよね。なんかホルモン節って感じ。いや、そうなんですよ。あって。一応僕デスボイスの先生なんですけど、そうなんですけど、あの大輔さんの声はモノマネはできるんですけど、うんうん、あの再現はできないですね。ああ、うん、うん。なんか本当に無理。確かに確かに。だから大輔さんも初期の頃と今は発声が全然違うし、うんうん、今も変わり続けてて。あ、そうなんですね。そう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 、もう最新の感じとかだとまたちょっと違ってて。違うんだ。そうね、入り口オブ入り口みたいな、はい、ラウドの入り口としてホルモンがあったって、はい、そうです。まあそこはね、通りますわな。通りましたね。納得ですね。はい、ありがとうございます。という5選はい、お送りしてまいりましたけれども、はい、いやなんかおもろいっすね。まあなんかあれですよね、うんうん、ボーカリストって感じしません？しますだし、なんか全部見えました、縁が。あ、本当ですか？そのかなつさんの構成してる要素が綺麗に見えてます。うんうんうん、止め方が上手でいらっしゃる。あ、ありがとうございます。なんかこう綺麗にね、こうマインドの部分って大きいじゃないですか、うん、大きいで、細かい部分もあってみたいな感じで、こう四隅が全部埋まって、うん、隙間がない感じになって、おお、なんかベストな5選というか、あー、よかった、いう感じがめちゃくちゃして面白かったです。今日の動画がですね、ぜひ興味深かった、面白かったという方、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録、もちろんセミレーズのチャンネルもね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いしますという感じで、じゃあセミレーズかなつさん、はい、そしてデスのお兄さんの本がお送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。